はい。2024年8月の11日ですが、8月の18の動画を撮りたいと思います。小松宮です。えー、今日のテーマなんですが、えー、銀座で、あの、僕が、あの、路上ライブやってる時に飲み終わったペットボトルをいつも泉くんに預けて歩いてもらうんですけど、ゴミ箱がなくて泉くんが切れました。終わり。 あ、違うか。で、あの、これ、泉くんがね、賢いのは、すっごい賢いんですけど、あの、私は、後藤照木のファンなんです。あの、支持者とは言いません。別に、あの、彼のために投票したこともないし、彼に寄付したことはありますけど、で、あの、大ファンなんですね。で、なんで好きかっていうと、もう、その、彼が何回も話してますけど、彼がホームページに、めちゃめちゃ立派な、もう、ああ、こあ、この国をこうしたら良くなるって。まあ、足りないとこもたくさんあるけど、彼の思いがめちゃめちゃ込められたホームページに公約がいっぱい書いてあった。今どうか知らない。 見に行ってないんで。で、その話を泉くん覚えてて、で、あの、交番にゴミ箱を設置しようっていう、その、政策がめちゃめちゃ面白かったんで、これはすごい彼は面白い人だな、その、後藤照樹をその、支持するきっかけになったって話を泉くん覚えてて、なんで都内にゴミ、の交番にゴミ箱ねえんだーって切れてまして、え、それは、えー、都知事に、え、後藤照樹を選ばなかったから、ですね、って話をして、そうなんですよって言って、まあ、選挙ってそういうことなんですけど、ま、あ結局ね、それで、その、なんかまあ、あ その、後藤照樹が一体何を訴えてるかってわかんなくて、で、な石丸真治に関してはみんな石丸さんすごい、石丸さんがすごいって話をしてるじゃないですか。で、あのね、その、もうはっきり言ってあげますよね。あなたたちみたいな、その身分の低い人たちに真実は届きません。はい。で、 あのー、私はなんでこんな余裕かました人生を送ってるかっていうと、あの、実はま、ちょっと、あのー、なんだっけ、富裕層しか知らない、あのー、投資話がありまして、そこの大きい投資会社にあのお金預けてて、そのお金がめちゃめちゃ今、あのー、いい感じで増えていってくれてるからです。で、あのー、それってあなた,た知らんわけでしょで、私にはそれ以上いっぱい来るわけですよ。ここでこういうビジネスがあるからここに投資しませんかこれこういうビジネスがあるからこれ投資しませんかってそういう話めちゃめちゃ来るんですね。で、 それでまあ、あの、うまくいったところんね、うまくいかないやつもあるから、うまくいかなかったんだと思うけど、まあ、そうやって、事業なんて水物なんで。で、あの、知らないわけでしょで、あなたたちの耳に入ってくるってことは、誰かが意図的にそういう情報を流してるんですよ。だから、石丸さんが、ああやって、あの、躍進したのも、石丸さんの情報、皆さんめちゃめちゃ入ってきたでしょあれは石丸さんの後ろにお金を持った方がいて、石丸さんの情報がいい、その石丸さんをよく、よく思わせる情報が、たくさん耳に入るように、そういう、あの、工作をした方がいるんです。 ね。でも、五島照樹の話はあなたたち全然知らないでしょ後藤さんはそういう人がいないからです。で、安野さんの話も来なかったでしょ安野さんはご自身がお力をお持ちですけども、ご自身はだからその情熱だけ。でも彼の力なんて言い方悪いけど、それはね、その一般市民の方々したらるかな力をお持ちですけど、彼の力なんて本当に、本当にビビたるもんなんです。だから、あの、 皆さんの、あのに、目に触れる情報っていうのは、誰かが何かの意図を持って、あなたたちを操作するために出してます。例えばその、えー、コロナとか、あの、ワクチンとか、そういったので、まあ、あの、前日お話しした対立構造の話もありましたけど、そうやって対立を生んで、本当に問題があること、本当に大事なことから目を逸らすために、えー、やってることなんで、本当に情報は精査して、自ら学んでください。 あの、今、AI がすごく優秀になってるし、あの、本当に、あなたたちが望む情報しか来なくなってます。そのせいで、エコーチェンバーすごく激しくなって、えぇ、ー、拡張バイアスかかった、本当にダメな思考の人たちが増えてます。で、そういう人たちがいっぱいクソリップしてくれるんですけども、そんなリップ別にいらないんで、はい、あの、あなたたちが少しでも賢くなってくれたと思います。ご視聴ありがとうございました。